クラッシュ女子フライ級50キロリミットです。タイトルマッチ、画面の左側、初防衛戦カナ、チャレンジャーはオーストラリアから初来日キム・タウンセンド、やってまいりました。さあ、放送席は佐伯玲香さん、石川直樹さん、中村匠さん、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、裁くレフィリーも女性で、佐伯さん、はい、もうカナ選手には何度もお話ここまで伺って取材も敢行しているわけなんですけれどもね、はい、今回に向けてまたこれ相当気合い入ってますよね。そうですね、やっぱり特に相手が五冠の選手というのも、まあ、プレッシャーだとは思うんですけれども、まあ、カナ選手らしい戦い方で勝ってほしいなと思います。はい、K1 の大舞台で初めて女子として試合をしまして、はい、そこで倒しきれなかったというところですよね。そうですね、一つポイントにしているのがカナ。あ、蹴りの距離はキム・タウンセンド。中村さん、どう崩すか。もうカナが前に出てきましたね。そうですね、まあ、やっぱりカナ選手としては、まあ、対戦相手がね、この選手っていうことをやっぱ関係なく、やっぱりこのステップワークだったり動きの多さで戦ってきた選手なんで、それがね、この相手にもちょうどね、はまると思うんですけど、うん、強いローキックです。まあ、でもミドル受けてもね、インローの蹴り返しとかはしっかりこう対策してるなっていう感じしますね。はい、カナもその空手歴というのあるわけなんですが、はい、そうですね、タウンセンドもそうで、そこからムエタイ、そしてプロで五冠を、もともとタッチラグビーというタックル、はい、キックなしのルールのラグビーですとか、ライフセーバー、はい、体操歴も、そうですね、体つきとかはね、やっぱこう肩周りとか、やっぱちょっと日本人選手ないかようなね、こうごつい、やっぱ体つきしてるんで、はい、その辺はやっぱ日本人選手ないものはあるだろうなっていう気がします。おー、当たった、カードダウン。今の攻撃は右ストレートパンチ、ちょっと出されちゃいましたね。動きの中でカナー回って前にというところで右ストレート、やっぱこういうなんか一発の硬さって外国人ならではですよね。メロニーヘウフェスもそうでしたよね、うん、一度敗れたその相手には勝ってかなタイトル奪還、もう失いたくありません。しかしタウンセンドのパンチ、スピードも、石川さん、タイミングもってことでしょうか。そうですね、かな選手が自分の思うように攻撃をできてたところだけにちょっと気抜いてたのかもしれないですけど、うまく合わされちゃいましたね。やっぱりそういうところ怖いですね。長い蹴りで距離取られて入ってくるところに右のストレート狙ってますね、タウンセンドは。蹴りに注意していて、あ、左のハイキックもあります。いや、多分理覚だと思う、そこで来るところに右狙ってるんですよね、キム・タウンセンド。いわゆる捨ててという攻撃、はい、あとやっぱガードも硬いですね、蹴った後も必ずね、こう顔のガードすぐ上げるんで、はい、そのタイでも試合経験がある選手なんですよね、はい、タウンセンド。スウェーバックでかわして右ローキック、カナ選手攻撃はいいんですよね、はい、相手がこういう待ちのスタイルだから、自分からどんどんチャンスを作りに行くっていうスタイル間違いじゃないんですけど、そこを合わされてしまったんで、キム・タウンセンドが一歩上でしたね、アトンダウンの場面は。やっぱキャリアある選手なんで、そういうところの戦い方やっぱ、うん、右マッパーもある。そこは一番注意していたカナなんですが、フェイント、第2ラウンドです。非常にこの端正な顔立ちの29歳キム・タウンセンド、一度右のストレートからちょっと引っ掛けるようなパンチでしょうかね、カナからダウン奪っています。対する25歳カナ、ローキックの打ち合いから動きをちょっと、石川さん、これだいぶ細かくステップ使ってますね、カナ。そうですね、この上はすごくいいんですけど、タウンセンドがガードが硬いんで、カナ選手ハイキックにつなげようとしてもなかなかつなげられないというのもありますよね。ワンツーのパンチ、ただ逆にやっぱタウンセンド、ね、顔のガードしっかり上げるんで、ボディとか、うん、そういったところを狙えると思うんですよ ね、下から崩していった方がいいでしょうね。カナ選手はその探しながらステップしながら攻撃してる感じですよね、うん、まだそうですね、2ラウンド残っているというふうにいい意味で考えられれば、うん、カナのボディ打ち、その腹部へのパンチ、膝も得意としています。そう、これがそうです。佐伯さん、はい、2ラウンド目、はい、1分経過しました。どんな雰囲気と感じてますか。でも皆さんおっしゃるように、さっきよりもボディ打ちが、はい、ね、効きそうなので、ね、その攻撃をもっと増やして、なん
とか切り崩していきたいですね。ダウン以上ですよね、奪いたいところ。今ちょっと今入りましたよね、左のジャブストレートのようなのが。カナ追いかけていく、そのまま、そして右のパンチを思い切りガードの上からミドルキックで肘から壊すか、キム・タウンセンド。中村さん、残り1分半過ぎました、はい、ただ追いかけます。そうですね、こういったところで攻撃をボディまでつなげたいですね。やはりボディまで、はい、強い右のあとはエリア見た、あと必ずやっぱ切り返す、はい、うん、足組み替えて両腕、はい、左のパンチスピードを乗せてくるかな。いやでも、うん、ちゃんと警戒しながら入らないと、さっきもこういったところで右もらっちゃいましたからね、波に乗りかけたところですよね、はい、そうですね。石川さん、これ怖いですね、今も右、はいはい、かなガード下がっていました。気抜いてるわけじゃないと思うんですけどね、タウンセント選手がうまいんですよね。ちょっと、はい、どこから崩すか、うん、下から崩しながらまだ探してる途中だと思いますね、うん、今まだ、あ、タウンセントの右怖い、本当に倒しにくい、捉えにくい相手ですよね。ああ、ボディ打ち引かせているのか、そのあたりはちょっと石川さんに伺いたいんですが、ロープ足に引っかかってしまいました。ボディは嫌がってますよね、うんうん、嫌がらせて2段蹴り、そして右のストレートへ、左ミドルキックは攻撃の中心にタウンセンド、しかし右のパンチも強かった。これです、一発当てた、下から崩して、下から崩してですね、飛び込みざまのパンチにも連打でかな。カナの元に最終第3ラウンドフラッシュ女子フライ級タイトルマッチです。カナ選手はすべての場面、どんな場面も自分にとってのネガティブな場面もイメージしてリングに上がっている選手だと思うので、ここからの、ね、逆転の展開を期待しています、はい、おう、パンチ強い、ボディ打ちはするずに顔面に、さらに集中、ガードは下げない、そして追いかけた、ちょっと反比の体勢にまでなってしまう。ダウンセントチャンスだ、走るように逃げる、これですね、これ行きたいですね、逃がさない、逃がさないかな、完全に嫌がってますね、嫌がってますね。カナが勝負の時を迎えたようです。自分から動きました、自分から展開を作る、壊す、ダウンセントまだこれはダウンではない、ダウンセントの怖い蹴りはないんで、パンチだけですね、パンチだけ警戒しながら決めたいですね。左右の連打、決して石川さん雑にはしたくありませんね。そうですね、ちょっとこうロープに引っかかるなんていう局面が多くなっています。タウンセンド攻撃の軸ももうちょっとこれブレてますよね。タウンセンドは、ちょっともうちょっとの気持ちが折れるんじゃないかなっていうぐらい、気持ちから心からへし折っていきたいカナの攻撃、あれも右までいい、矢崎さんいいですね。そうですね、すごくいい攻めができた、左ハイも忘れない、いや、ここは倒し切りたいですね、倒したいですね、ボディですね、ボディですね、ダウンだけではなくその数でも圧倒して KO につなげたい。カナが攻撃、さらに腹部へ打って右に回ってしまった。タウンセンド、そこに左、石川さん、これでいいですか。これでいいですね、これでいいですね。ハイキックもちょっと力なく変わってきた、キム・タウンセンド、これ攻撃、やっぱボディも効いてる感じありますもんね。ありますね。あ、こうして一瞬背中も見せてしまうタウンセンドに左ロー、いや、もうちゃんとこうね、蹴った後にこう構えれてないですからね。ビッグ合わせる余裕も今なくなってきてますね。あ、ロープにこれはもうちょっともたれかかってそれを使うようになってしまいます。タウンセンド、あれ倒したい、左ビッグ攻撃は全門解放、左、いや、右の膝にもさらに圧力で押し返して状態を揺らしながらかな。これでも亀にならずにちゃんとこういう風に蹴りで距離を取る、うまいですね、やっぱりさすが。最後の一戦何か守っている印象ですよね。そうですね、こういうところはキャリア、ただ逃げてるだけじゃないですね、うまくテクニックで。ここまで31戦のタウンセンド、インド、あと20秒となります。カナに残された時間が少なくなってくる、取り返したい、倒したいカナ。あ、タイムストップです。両者に踏みつき、これ口頭注意です。両者に口頭注意、さあ続行です。目に入ったな、いい狙いでしたね、いい狙いでしたね。右の攻撃、カナ倒したい、ボディから耐えるタウンセント、タウンセントもなんとか回る、カナー
ですかね。さあ判定の発表です。ジャッジ芹沢29対28、青キム挑戦者1票。ジャッジ28対28、ドロー。2人目はドローです。さあ3人目、ジャッジ山根、どうだ。28対28、ドロー。ドロー1対0。これ花選手の心が掴んだ。これで延長戦に突入いたします。からを鼓舞するかのように左の拳を突き出してきたのはタウンセンド。さあエクストララウンド女子フライ級タイトルマッチ、王者カナ日本初防衛戦延長戦です。あ、やはり蹴りから石川さん、作戦自体はカナどう見ますか。多分お互い変わらないと思います。3ラウンド目と変わらないと思います。あとはあのパンチを注意しながら。そうですね、そうですよね。あのパンチ、油断してるところに来ると怖いんで、浴びせぐり。タウンセンドがどのぐらいあの心も体も回復しているかというところですね。しかしカナの方はもう早く中村さんラウンド開始させてくれというような表情でしたよ ね。あ、ここも左から下からボディへ。やはり嫌がっている、嫌がっている。蹴りでなんとか距離を取りたいタウンセンド。させまいとカナのプレッシャーです。石川さん、ここもかなこれでいいんでしょうか。これでいいと思います。ただやっぱりその、ね、自分が一番分かってると思うんですけど、ね、もらっちゃいけないものっていうものに対しての、はい、うん、注意だけは絶対に当たらずですね。一発のあるタウンセンド、もうそれは受賞しています。この試合の中でかなは連打で、いや、中村さん、本当に倒しづらい相手、はい、難しい相手なんでしょうね。こうなってくるとタウンセンドもやっぱりこういう、おお、ガーリックから右。まあ、そんなに攻撃にもタウンセンド力もないと思うんで、あのタイミングでねもらうのだけ気をつければいいと思うんですけど、はい、まあでもここで返すんですよね、タウンセンドも。そうですね、やられながら。佐伯さん、気持ちもこれも相当なんですよね。絶対何かパンチだったり蹴りやってきますもんね。カナ選手のキム・タウンセントと戦いながら自分の理想としている戦い方とそこに向かっての戦いの気がしますよね。求める勝ち方だと公言しています。そうですね。それにはカナ倒す、クラッシュする戦いしかありません。ボディ打ちは右で溝打ちのあたり、ま、こういう前蹴り顔面で今までね、いろんな右強い引き出だ。苦しくて足が上がっているというのが石川さん、タウンセンド今状態。そうですね、左に少しだけ回りました。あ、これで左のボディーブローを重ねて追いかけてくる。全身残り30秒切りました。いや、もう佐伯さん、期待することは一つ倒したい、これしかなさそうです。お、右方さらにもう一発攻撃を続けてのカナ。アウンセンドも左ミドル、バックブロー左ミドル、カナが放ってくる一発一発、闘志を込めて、そして試合終了です。ジャッジ山根10対9、赤カナ10対9、カナ。ジャッジ芹沢10対9、勝ったのはカナです。3対0の判定でカナが初防衛に成功。いや、思った以上の難しい敵でした、ムエタイベースのキム・タウンセンド。中村さん、はい、今もうどんな風に感じてらっしゃいますか。そうですね、まあ、多分こうカナ選手こういうあのムエタイスタイルの選手っていうのは あんまりこう対戦したことなかったと思うんですけど、やっぱりこういった相手がやっぱりあの世界にはまだいますし、結果ね、なんとかこっちはもぎ取りましたけどね、あの本当にギリギリの試合だったと思うので、またやっぱカナ選手がね、自分がこう活躍することで逆に言うとこういったあの今までやったことないような外国人選手っていうのがどんどん出てくると思うので、まあ、そこをね、クリアしていくことはカナ選手の本当自分にこう課せた
ハードルというか、そういうのを逆にこう感じた今回の防衛戦だったんじゃないですかね。矢崎さんに伺いましょう、はい、もう本人こういう表情しますけれどもね、やはりあれだけのボディ打ち、はい、ね、なかなか見られるものではないと同時に実力は証明したわけですよね。そうですね、本当にキャリアも、ね、実力もある選手相手にこれだけ戦えて勝つことができたっていうのは本当に自信を持っていいと思います、ね、ご本人は多分倒しきれなかったことを、ね、悔いてるとは思うんですけど、どんどん難しい相手と戦ってきているわけですよね、はい、もう6戦連続海外ファイターとぶつかり合っています、ね、またその向上心の強さ高さというのがカナそのものでもあります。石川さん、ですから本当にもうここからまたどんなトレーニング積んでくるのか、次どんなハードルまた高くするのかっていうところになってくるんでしょうね。そうですね、もうカナ選手はもう試合が終わったら試合前っていう、ね、ことがもうずっと続いて、それを自分に課しているからこそ、ね、常に自分の理想と戦ってる、リングの上でもそうだし練習でもそうだし、でもカナ選手はもうこのカナ選手の試合が始まった時、ね、クラッシュのメインイベントの緊張感がね、普通の男子のチャンピオンと変わらない緊張感がもう当たり前に流れてるっていうのが、これはすごいことだと思うんですよね、はい、その中でちゃんとね倒しきるっていうのが彼女選手の目指す理想だとは思うんですけど、どんな相手であろうと、黄金のベルトが第2代そして現第4代王者のもとに帰ってまいりました。蹴りも注意と対タウンセンドを語っていたかな、いや右のパンチがあそこからありました。ダウンを奪われて、しかし盛り返して、おそらくメロニーヘウヘスに、ね、1回ダウン、最初にダウン取られた時のことはノリによぎったんじゃないですかね。やはりファイターってどうしてもそうですか、そこで自分とも自分の中で、ね、ずっと悔しさと戦ったからこそ今日のね、はい、逆転勝利につながったんじゃないかなと思います。王者としての成長はもう評価に値する一戦だと思います、そうですね、中村さん、結局その逆転して勝利してるっていうことがまず一つあるわけですよね、よくあの苦しい展開の中で挽回というか、勝ってるんですからね、勝ってるんですからね、平日の中お集まり、会場に応援に来ていただいて本当にありがとうございました。そして対戦相手のキム・タウンセント選手、本当にありがとうございました。有言実行ができなかったのが本当に心残りです。プロとしてチャンピオンとしての仕事をできるように頑張ります。応援ありがとうございました。